はい、後ろ見て、はい、気がつきました。あ、まだ気がつきません。おはようございます。はいはい、はい、ありがとう。はい、チケットです。いや、後ろ見てるとどこだか分かんないちょっと困っちゃう。何が困っちゃう。リンダ困っちゃう。はい、今日は何ですか。こんにちは。これから京都に行ってきます。これから京都、はい、今日寄せちゃんとやってきました。前座会もやってきましたよ。早起きして、だから俺の行いがいいから、はい、なんか京都へ着くと曇りみたいな。そう、今雨だからね。ね、そうそうそう、はい、だから雨に逆らっていく、はい、そうですね、うん、はい、京都はちょっと馴染みができて、こう見えましても私京都芸術大学の客員教授になりました。おめでとうございます。教授ということは、まあ、定期的に京都には通う口実ができたと。そうね。今日のお召し物、はい、ひげつむぎ。ひげつむぎ、羽織。これはまあ普通のね。普通の。ちょっと雨降ってたから、はい、ちょっと濡れてもわからないような。ね、本当にこの時期はね、俺一重も一応持ってきた。明日暖かそうだから。そう、これに入ってる。うん、これの中入ってます。これ中入ってるんですけど、まあ、とりあえず新幹線の時間がありますから。そうですよ、うん。じゃあこの辺で失礼しよう。はいはい。俺は ピで入れるよ、ね。ピで入れます。入れてピでね。はい、入れてピで。パリピ入れピ。何言ってんですか。はい。ね。ごちそうさまです。食べてないです、当然。崎陽軒でも買おうか。崎陽軒、京都に行く崎陽軒。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。何番先輩。いやいやいや、お弁当の量がすごいね。お弁当までごちそうになって。新大阪、新神戸、これが一番早いんだよ。そうですね。ほらほら、魔法で安楽園振って。あと誰かしら、まあ、もっと誰ですかね。あれもまた何なんですか、その魔法でって。何ばやりなんですか今。動物見ると何でも魔法で変えられたって思うの。メルヘンな人間が。よくは女の人とか動物とか虫とかに例えて嫌われてますよね。そうよ、俺ははっきり言うから。何年口聞いてくれなかった人いましたっけ。裸でバネズミ。裸でバネズミ、5年ぐらい。5年ぐらい裸でバネズミって言って5年口聞いてくれなかった。その時は言わなかった。ああ。もういい加減してください。毎日。ああ。これはなんかね、文化庁の旅で一緒で、
初日になんか打ち上げみたいなのがあってよろしくお願いします。それからもうプーといえばプーあってもうそうやって来た時にあって思いました。あ、雪解けをしたと。そうよ、それからもう今仲良し、車乗せてもらったり、まあ多分あ、何ですか、あ、そうだ、いいにしました。あ、じゃあもっとがないとまずい。ありがとうございます。ちょっと待ってください、ちょっとこっち僕隣隣。あんた隣なんだ、ね、いやいや隣にしましたよ。そうだ、そう、撮影をするんだからですね、隣ですよ。じゃあまあとりあえず、はい、嫌なむさ苦しい男だ。いや、女の人と言ってもいいんですよ。女レディースマンなんて言われたんです。あ、いいですね。大笑いして、まあそのうちにいいですね、はい、じゃあまた、うん。途中ね、人の席座ってね。そう、俺サントに間違って変な兄ちゃんが来て、よくいるおじさん、もう弁当食ってるね慌てて弁当を持って前の席移動したよ、ね、いやでもちょっとね、ひんやりして、京都の鳩や、あ、京都の鳩、ハイカラやね、さすが雅やね。プラッパラドス、プラッパラドスって怒られますよ、京都の人に。プラッパラドスってプラッパラドス、プラッパラドスね。あれ、流木大学、え、音助が出たんだ、東京大学。音助くん、そんなとこなの。お、知らなかった。京都詳しいんだ。でも あんまりね、こっちの右の方には行かなかったので、全国大学って伏見の方にあるんだね、これもお寺さんの同級生のやっぱり、まずどこ行こうか。何すか、その、まだ考えてない。考えてない、あんた考えた。何にも考えてないよ。あんた無計画はいけませんよ。いつものことじゃないですか。 JR、 とりあえずチェックインしないですか。あ、チェックインしようか。じゃあバスに乗って。バスなんですか。なんで行くの。電車。電車、あ、電車でもいいよ。電車な、何線。電車、地下鉄。近鉄と向こうも地下鉄なんですか。烏丸線じゃない。烏丸線向こうでも後ろの方です。これもだんだん分かってきた。いいね。新幹線混んでたね。そうですね。
方なんです。